10個買ったんだったらもうさすがにもう出るでしょ。皆さんこんにちは、実装力ブレイダーひらひら。はい、今回の動画は、あいこちゃんレゴスーパーマリオキャラクターパックを開けます。はい、今回の動画はレゴスーパーマリオキャラクターパックのリベンジになります。前回6つ開けて10種類中6種類出ました。個人的に1つもダブらなかったことがすごかったです。はい、今回はこちらのキャラクターパックを、はい、10個買ってきましたので、今回は10個一気に開けます。はい、では開けます。ちなみにこちらはトイザラスのオンラインストアで買いました。で、まだ出てないのがチョロボーとメットとキラーとパタクリボーです。10個買ったんだったらもうさすがにもう出るでしょ。じゃあまず1つ目開けます。いただきます。せーの、よっと。お、あー、やった、パタクリボーだ。はい、1つ目はパタクリボーが出ました。では2つ目開けます。レゴスーパーマリオのキャラクターパックはダブっても嬉しいので、まあとりあえず今回の動画でコンプリートしたいです。いただきます。せーのーよ。あー、これはゲッソーだ。はい、2つ目はゲッソーが出ました。まあダブってもキャラクターだけ取って残りの台座パーツはまた今後作るレゴの作品に使えるので、まあ全然、まあ、ダブってもいいです。では3つ目開けます。せーのーよっと。ん、これは、おー、これはウニラだ。はい、三つ目はウニラが出ました。ちなみにウニラはもう一体欲しかったです。台座パーツがめちゃくちゃいいので、はい。で、四つ目開けます。いただきます。せーの、よっと。お、違う、これなんだ。あー、これはキラーだ。やったー。はい、四つ目はキラーが出ました。これで残り2種類です。4つ開けて4種類中の2種類が揃うってなかなか好スタートですね。では、5つ目開けます。もう5つ目で、持ってないやつ出てほしいな。せーの、よっと。あ、これなんだろう。あー、これはボム兵だ。はい、5つ目はボム兵が出ました。では、6つ目開けます。で、まだ出てないのはチョロボンとメットの2人です。では、6つ目いきます。せーの、よっと。ん？あー、これはゲッソーだ。はい、6つ目はゲッソーが出ました。これでゲッソーは3体目になりました。では7つ目開けます。テレンの予感がするな。まあとりあえずそれはいいとして、では行きます。せーの、よっと。あ、これなんだろう。あー、キラーだ。ここに来てキラーがダブりました。はい、7つ目はキラーが出ました。では8つ目開けます。では行きます。せーの、よっと。ん？これなんだ？あー、テレンだ！はい、8つ目はテレンが出ました。うわー、残り2個だ。ここでチョロボンかメットのどちらかが出なければ、もうコンプリートは絶望的です。9個目開けます。いただきます。せーの、よっと。あー、ウニラだ！ウニラだ！はい、9個目はウニラが出ました。ではラスト10個目開けます。この2体のうち1体は出てほしい。じゃあ10個目いきます。せーの、よっと。ん？これなんだ？なんだろう？おー、やった、チョロボンが出た。よっしゃー。はい、10個目でチョロボンが出ました。はい、10個開けた結果はこのようになりました。まず出た順からパタクリボー、ゲッソー、ウニラ、キラー、ボムヘイ、ゲッソー、キラー、ヘレン、ウニラ、チョロボンでした。では今からパタクリボーとチョロボンとキラーを組み立てます。はい、今回で手に入れたパタクリボーとキラーとチョロボンを組み立てました。おー、いいね。やっぱレゴマリオのキャラクターパックめちゃくちゃいいな。まあメインはキャラクターなんですけど、僕は結構台座の方に行っちゃいますね。はい、ではパタクリボーから見ましょう。全体はこのようになってます。下側と上側にカラーコードがあります。今持ってるクリボーと並べるとこんな感じです。真ん中がパックンのバランスチャレンジに入ってくるクリボーで、右側がスターターセットに入ってくるクリボーです。顔を差し替えてパタクリボーの顔を、例えば普通のクリボーと
入れ替えてみると、はい、こんな感じです。クリボーの表情パーツいっぱいあるので、これは面白いです。そして台座は砂漠がモチーフになってます。パタクリボーは空を飛ぶので、上には雲パーツがあります。はい、パタクリボーはこんな感じです。では次はキラーを見ましょう。全体はこのようになってます。下側と上側。上側にカラーコードがあります。キラーの腕パーツはこのように稼働します。横から見るとこんな感じです。ちゃんとキラーの形再現されてます。これはすごい。はい、そしてこちらがキラーの台座です。台座は砂漠がモチーフになってます。はい、キラーはこんな感じです。はい、そして最後はチョロボンです。全体はこのようになってます。上側と下側、チョロボンの背面にカラーコードがあります。チョロボンといえばこのトゲパーツなんですけど、レゴでしっかりと再現されています。レゴマリオのキャラクターパックはちゃんとゲームに忠実に作られているので、これはすごいです。そしてチョロボンの台座はこのようになってます。これは山ステージがモデルになってます。全体はこのようになってます。さらにこのクリアパーツがこのように稼働します。チョロボンを置いてこのように動かせれます。実際チョロボンってこんな動きしてたっけ？実際のチョロボンってこんな感じで回ってるので、この台座どうだろう？まあ、レゴマリオの台座はいいので、まあ、いっか。はい、今回ダブったものを一気に組み立てました。まあ、さっきも言ったんですけど、レゴマリオのキャラクターパックはダブってもまあいいので、スイコさんまだ持っていないメットを狙いたいです。はい、ではマリオを持ってきましたので、音声確認いきます。まずはパタクリボーからいきます。あ、パタクリボーは普通のクリボーと一緒の音が出ます。てっきり一回踏んで羽が消えて、そこからもう一回踏んでコインが出るかと思ってたんですけど、あー一緒なんですね、クリボーと。では次はチョロボンいきます。実際のマリオってチョロボンは敵かファイアボールがないと確か倒せれないですよね。これどんな音が出るんだろう。いきます。あ、パタクリボーと一緒の音声が出ます。チョロボンって踏んづけて倒せれるんだ。では最後はキラーいきます。キラーも一緒の音声です。ってことはこれ3つとも一緒の音声が鳴りました。個人的にはパタクリボー2回踏んでやっとコインが良かったかなって思います。はい、1回目で開けたキャラクターパックと並べるとこんな感じです。あー、もうこれは絵になる。レゴマリオのキャラクターパックは何体やってもいいので、これはすごい嬉しいです。はい、レゴスーパーマリオキャラクターパックはこんな感じです。はい、ということでレゴスーパーマリオキャラクターパックを開けて、残念ながらメットが出ずに終わってしまいました。で、今最初に開けたやつと今回開けたやつを並べるとこんな感じです。もうえらいことになりました、ね、で今回10個開けて持っていない4種類のうちの3種類が出たので、個人的にはすごい良かったです。この動画撮影してる頃にはもうキャラクターパック普通にお店に売ってあると思うので、また見かけたら買おうと思います。今度こそメットを当てたいです。はい、以上ひろげでした。ありがとうございました。はい、今回の動画面白ければグッドボタン高評価をよろしくお願いします。そして僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントやリクエストや質問などお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。おなら、イエーイ。